バトルする仲間を選んでくれ。7枚まで登録できるぞ。登録する。このチームで戦うならハイを選んでくれ。チーム決定だ。バトルアプリ、バトルアプリの発動ラ、バトルで使用するアイテムを選ぼう。では出発するぞ。戦争開始。敵が現れた。準備。覚悟でいい？仲間のアビリティ発動だ。ラウンド1。仲間のアビリティ発動だ。仲間のアビリティ発動だ。アタッカーを決めるんだ。赤いエリアで敵に攻撃、青いエリアで気力を回復だ。いいぞ。敵の戦闘力を上回った。君が先行だ。仲間のアビリティ発動だ。君のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。青いエリアで気力を回復だ。しまった。敵の戦闘力がこちらを上回っている。敵が成功だ。仲間のアビリティ発動だ。敵のチームの攻撃だ。ボタンを押せ。ボタンを押せ。パーフェクト。君の勝ちだ。ガード成功。君のチームの攻撃だ。コストカメハメハ王と突入。コストカメハメハを発動させたいキャラを枠の中に入れるんだ。コストカメハメハを発動させるぞ。カードを越して火を最大にするんだ。そのカードを1の枠に移動するんだ。ポイ。そのカード、そのカード、ポイ。そのカード、ポイ。これ。ゴッドカメハメハ成功。なんてパワーなんだ。
見事な勝利だ。己のプライド一つ守れ負け犬に、俺が負けるか。これが今回のスコアだ。素晴らしいスコアだ。次のバトルも楽しみだな。アイテムゲットだ。バトルアプリ発見。バトルアプリゲットだ。おや、もっと強くなれる。あとバトルアプリのチームボーナス効果で経験値がアップしたぞ。バトルする仲間を選んでくれ。チームで戦うならハイを選んでチーム決定だ。バトルアプリを発動するのはバトルアプリの発動ラウンド決定だ。バトルで使用するアイテムを選ぼう。では出発すると、戦闘開始。敵が現れたぞ。準備はいい。よっしゃ、覚悟しいい。あれはスーパードラゴンボールだ。なんて大きさなんだ。スーパードラゴンボールを持ったまま勝利すれば手に仲間のアビリティが出る。ラウンド1、仲間のアビリティに目をつける。仲間のアビリティマルダだ。赤いエリアで敵に攻撃、青いエリアで気力を回復だ。よし、発展決定。敵の戦闘力を上回った。君が先行だ。敵のアビリティ発動だ。仲間のアビリティ発動だ。パワーが溜まったぞ。スーパードラゴンボールレベル2だ。スーパードラゴンボールのレベルだ。君のチームの攻撃だ。ミラクルパーフェクトだ。君の勝ちだ。連携効果で気力が回復したぞ。やるじゃないか。敵のチームの攻撃だ。スーパードラゴンボールバトル発生。ボタンを押せ。しまった、スーパードラゴンボールが奪われてしまった。ボタンを押せ。見逃した。いいガードだ。ラウンド2、仲間のアビリティマルダだ。アタッカーを消えるんだ。赤いエリアで敵に攻撃、青いエリアで気力を回復だ。
戦決定。これで終わりだ。なんて凄まじい気だ。覚悟はいいか。スーパーサイヤ人に変身したぞ。いいぞ、敵の戦闘力を上回った。君が先行だ。仲間のアビリティ発動だ。パワーが溜まったぞ。スーパードラゴンボールレベル2だ。君のチームの攻撃だ。ゴッドカメハメハモード突入。ゴッドカメハメハを発動させたいキャラを枠の中に入れるんだ。ゴッドカメハメハを発動させるぞ。カードを取って火を最大にする。一気に上がっていくぞ。そのカードをポイ、そのカードポイ、そのポイ、そのカードポイ、これポイ。守れん負け犬に俺が負けるか。これが今回のスコアだ。スーパードラゴンボールをゲットしてスコア、ウルトラクリアだ。すごいじゃないか。想像以上だ。やはり君は本物の戦士だ。スーパー通信中ゲットだ。バトルアプリ発見。バトルアプリゲットだ。おや、もっと強くなれる。バトルアプリのチームボーナス効果で経験値がアップしたぞ。